ジローナ FC は、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ県、ジローナに、本拠地を置く、サッカークラブ。2021から22シーズンは、リーガ・エスパニョーラのセグンダ・ディビッシオンに所属している。1930年7月23日創設。11200人収容のエスタ・ディモンティ・リビオ、ホームスタジアムとしている。ユースチームやアマチュアの女子チームも所有している。 ジローナにあったウニオエスポルティーバジローナが経済的理由で解散したことから1930年7月23日ジローナのラランブラ地区にあるカフェノラでジローナ FC が創設されたカタルーニャ選手権2部に登録しコロニアアルティガス戦が初のクラブ公式戦となった1933から34シーズンにはテルセーラディビシオンに在籍し 1>, 1位となって、セグンダ・ディビシオンに昇格した。1934から35シーズンは、セグンダ・ディビシオンで4位。1935から36シーズンは1位となり、セルタ・デビーゴ、レアル・サラゴサ、アレナス・スクルブデ・デゲチョ、レアル・ムルシア、ヘレス・ CD と共に昇格プレイオフに出場したが、昇格プレイオフでは、下から2番目に終わり、プリメーラ・ディビシオン昇格を逃した。 1930年代後半のスペイン内戦後は、セグンダ・ディビシオンや、テルセーラ・ディビシオンに在籍した。クラブ創設から約50年間は、エスタ・ディビスタ・アレグレを、ホームスタジアムとしていたが、1968年には、エスタ・ディ・モンティ・リービの建設が開始され、1970年からは、モンティ・リービを、ホームスタジアムとしている。1977年、 セグンダ・ディビシオンとテルセーラディビシオンの間にセグンダ・ディビシオン B が創設されると1980年には初めてセグンダ・ディビシオン B に在籍し3シーズンプレーした1980から81シーズンには1933年以来初めて4部相当のリーグまで落ち1982から83シーズン 1997から98シーズン、1998から99シーズンには、ディビシオネスレヒオナレスでもプレーした。2006から07シーズン終了後には、セグンダ・ディビシオン B 昇格を果たした。ラウール・アグネ監督に率いられた2007から08シーズンは、セグンダ・ディビシオン B を1位で終え、昇格プレイオフでは、AD。 セウタを1-0で破って49年ぶりに、セグンダ・ディビシオン昇格を決めた。2010年7月22日、ラモン・ビラロ、ジョアキン・ボアダス、ジョゼップ・スリムなどを中心とする地元の実業家グループが、ジョゼップ・グソ元会長やジョゼップ・プロフェスなどが所有していた、クラブの株式の72%を取得し、ジローナ FC の新オーナーとなった。 ビラロが新会長に選出され、レクレアティーボウエルバを率いていた、アグネ監督が、ジローナ監督に復帰した。2010から11シーズンは前シーズンより順位を上げて11位で終えたが、2012年1月14日、アグネ監督は、レクレアティーボに0から3で敗れた後に解任された。2011年には、リザーブチームを新設し、パラウにあるピッチが、 天然芝に切り替えられた。2013年5月9日、経営陣は、エルギロナ FC タンビー純にスミオというスローガンの下、資産のバランスを保つために、10ユーロの株式に分配される、資本金の30万ユーロ増額が行われた。2017年6月、プレミアリーグ、マンチェスターシティの親会社である、シティフットボールグループが、 同クラブの指揮官であるジョゼップ・グアルディオラ監督の弟、ペレ・グアルディオラ氏が持つメディアベース社と契約に合意し、共同経営者となった。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。